あ、来てましたか。来てたよね。来てたよね。ひなです。外は寒くて、ここもまだ暖房があまり効いてないので寒いんですけど、撮影頑張ります。ゴーゴーゴー。今終盤にかけて、その一色の1ミリの点がものすごく大事になってきてるような感じがしているんですよね。なんか頑張ります。今雲の部分描いているんですけど、なんか嫌になってきました。なんかカラフルすぎて、どっかでちょっと色を抑えたいですね。今ね、違うんだよって思って、世界はもっと広いと思うんですよ。この海はちっちゃすぎる。どうしよう。仕上げにかけて、もう明日、今日と明日で完成しなきゃいけないんですよね。これ以上長くすると私の生活ができなくなっちゃうし、重い。プロとしてやるなら期限内にやるっていうのがやっぱプロの仕事だと思うし、ここをどういう風にくり抜けていくのかなって思います。自分でこの海は狭い。正直頑張りすぎて吐きそうになっちゃったんで、コンビニ行っておにぎり買ってきました。なんかこんなに必死に描いてるけど、もっと上手い人だったら絶対もうこのくらいのクオリティは2週間で描けると思うし。なんだザコが。たくまのおにぎりいただきます。これ食べて元気出します。顔色悪いですよね私ね。まあ元気ないとね、元気ない作品になっちゃうとし、これで元気出して絵描こうと思います。なにこれ、めちゃめちゃ美味しい。あ、やば。超不安定だ。めちゃめちゃほんと元気出た。よーし、頑張るぞ。頑張れー。集え、精霊の力よ。はい、今さっき帰ってきてシャワー浴びて完全にオフモードです。完成して帰ってきました。約19時間ぶっ続けで書いて、もう意識が朦朧としてる感じです。明日もう一回確認しに行って本当に完成しているのかどうか見に行きたいと思います。今熱測ったらまさかの7度6分ありました。嫌な予感しかしないんですよね。どうも、来てくれてありがとう。ひなです。あの後完成したっていうことでご注文してくださった方に見てもらったんです。その動画をカメラ回して撮っていたんですけども、間違えて消しちゃいました。いや、パソコンに取り入れたと思ってスマートフォンのデータからも消しちゃって、おかしいなって思ってたんですけど、いやー、なんですかね、消した気がしてないんですけど、いくら探してもなくって、すごくいい動画撮れたのに消えちゃったんです。すごいショックで、お見せしたんですけど、まあ、なんかいいねとは言ってくれたんですけど、ちょっとご要望に添えない点がありました。完成した作品っていうのを見せるの忘れてましたよね。はい、どこら辺にあるかな。まあ、一回ね、SNS 上、Twitter とか Facebook で私の絵っていうのは一応完成したっていうことで皆さんにお見せしました。そしたら結構いいねいただいて、ものすっごい励まされました。本当にありがとうございます。あれっていうのは、左側から夕日がこう差し込んでる様子なんですけども、私途中でなんだかちょっと変えちゃったんですよね、その太陽の位置っていうの。ちょっと前のところに戻すっていう作業をこれからやります。では今回の動画最終回になると思います。かなり長くなるかもしれないんですけども、どうかぜひ最後までご覧ください。どうぞ。
最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もしてもらえるととっても嬉しいです。いい夢見てね。今日もお疲れ様でした。お疲れ様です。いただきます。めっちゃ美味しい。